紀元前一世紀頃のガリアエブロネス族は古代ガリア北東部のベルギウムに居住していたゲルマン人出身の部族ガリア人の一派であるベルガイ人にも数えられる彼らの領土は現在のベルギーのリエージュ州とリンブルフ地域及びドイツのアーヘンまで近隣地域に約対応していましたカエサルチョガリア戦記によれば彼らはマース川とライン川の間に居住していた 主流はアトアトゥカであったとされている。紀元前54年、ガリア戦争の最中にアンビオリクスが属調となった。それまで結束することのなかったガリアをアンビオリクスはまとめ上げ、共和制ローマの属衆総督、ガイウスユリウスカイサルに対して攻撃を開始した。アンビオリクスはローマ軍の投影地を吸収し、一個軍団を壊滅させ、 総督の副官であるクイントス・ティトリウス・サビヌスと、ルキウス・アウルンクレーウス・コッタを廃止させた。しかし、ローマ軍総司令官カイサルが軍をまとめて、反撃を始めると、アンビオリクスは敗北した。エブロネス族は報復のために徹底的に根絶され、彼らの土地には、トゥングリ族が移住させられた。ありがとうございます。